はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、今回 の動画ですが、仮面ライダーゼロワンの、35.5 話の感想でございます。分子さんの 35.5 話を見たかったとして、アークの秘書に立っているときでした、分子さんは。うん、アークがアークの秘書的になるっていうのがちょっと分かんない部分があったんですけど、スペシャル版のやつやっと理解したような気がします。35.5 話は、DVD とかで配信されるのかなと思いながら見てます。まあそんな感じですかね。そんな感じの感想でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。